ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。2月27日木曜日のニュースをお伝えいたします。馬事文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。この番組では毎週月曜日から金曜日、桜花の奇跡メンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のニュースです。 JRA が無観客競馬実施を発表。JRA は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今週末以降、当面の間は無観客で競争を実施すると発表しました。また、ウィンズ、パークウィンズ、J プレイスなど各場外馬券発売場での発売、払い戻しも取りやめとなります。そのため、この間の発売払い戻しにつきましては、電話、インターネット投票のみとなるそうです。昨日より多くの地方競馬場でも無観客競馬の実施が発表されました。一刻も早く通常通りの開催となることを祈ります。続いてのコーナーはこちら。ケイナの調教推奨馬。さあ、今週も重賞出走予定馬より私、一ノ瀬恵那が調教推奨馬を挙げさせていただきます。今週は開催場が変わりまして、日曜日に阪神競馬場で阪急杯、そして中山競馬場で中山記念が行われます。まずは阪急杯より、中間自己ベストラップはこれまで以上、こちらフィアーモロマーノです。はい、最終追い切りはやや重の立東半路で助手の方がまたがり、4ハロー51秒5、ラスト1ハロが11秒8という時計で、3ハロからラスト1ハロまでのラップ間も以前より高タイムでした。1周前も自己ベスト級の時計で、姉妹も馬なりで11秒6をマークしていました。2周前には4ハロ49秒7、ラスト1ハロが11秒9を叩き出し自己ベストを更新。楽々11秒台を出すウサギのように飛びのある走りは目を引くものがありました。続いて2投目は、中間も高度計炸裂、こちらマイスタイルです。はい、最終追い切りは立東半路で助手の方がまたがり、馬なりで4ハロン54秒9、ラスト1ハロンが12秒2という時計で、このタイム感の感じは重賞で馬券内に入ってくる時にもあるようなパターンでした。特筆すべきが、1周前と2周前にリットシーウッドで高度計をマークしている点で、特に2周前は自己ベストを更新。6ハロンが77秒7、ラスト1ハロンが12秒4と、この日にシーウッドで追い切られた中で2番目に速い時計をマーク。中間の内容からも状態として押せるのではないかと思い推奨させていただきます。そして今日はケイナのちょっと気になる2頭をご紹介したいと思います。こちら、まずはスマートオーディンです。はい、1周前追い切りでは追って出していたようなタイムを、最終追い切りでは馬なりで4ハロン52秒7、ラスト1ハロンが11秒8をマーク。昨年の覇者ですし気になります。そして2歳児以来中間にシーウッドを使って調整されたロジクライ、6ハロン81秒6、ラスト1ハロンが11秒8をマークし、こちらも調整過程が気になる1頭でした。続きまして中山記念より、こちら G1 調整時と比べても成長を感じるラッキーライラックです。はい、最終追い切りはやや重の立東シーウッドコースでウルコ・デムーロ騎手がまたがり、6ハロン81秒7、ラスト1ハロンが12秒3という時計。いっぱいに追われた小馬2勝クラスの子を1秒追走し 0.6 秒先着しています。大変息の入ったフットワークで、動きの雰囲気以上に3ハロンからラスト1ハロンは時計が出ていたなという印象です。追ったらどうなるのかなとワクワクさせるような追い切り内容でした。
エリザベス女王杯勝利時の最終追い切りとに比べても見劣りしない、むしろパワーアップを感じる馬体に見えました。好状態だと思い推奨させていただきます。さてこちらでもケーナの少し気になるお馬さんをご紹介したいと思います。こちらダノンキングリーです。はい、こちら最終追い切りも日本南ウッドコースで追ったのは新馬ぶりということで、新馬以外最終追い切りはずっとポリトラックで行われていましたが、今回はウッドに変えてきました。コバとなって初戦ですし、これがどのように出るかは大変楽しみな一頭。頭の低い推進力のある走りは映像からも感じ取れました。ちょっと気になる一頭として推奨させていただきます。ということで今回もみんな無事に、今週もですね予想張り切って頑張っていきましょう。以上ネット競馬ニュースフラッシュでした。